皆さんこれ見覚えがありませんか？そう、かつて小学校などで使われていた手労ほうきです。こちらはおよそ20年前に作られたもので、今も現役で活躍しています。今回はこの丈夫で長持ち手労ほうきをご紹介します。手労ほうきはここ宇喜葉で明治の頃から農家の副業として作られてきました。形や製作方法はそのままに、品質改良を重ねてきた手労ほうきは平成20年に福岡県特産工芸品に指定されました。材料は手労と呼ばれるヤシ科の常緑の大木。手労ほうきはその幹の周りの皮を使って作られます。今回手労ほうきについて説明してくださる手労職人の木下さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですが、手労ほうきの特徴を教えていただけますか？手労ほうきは水洗いができますしね、で、手入れ次第ではですね、20年以上長持ちするんですよ。で、小さい繊維ですので、小さいほこりまでね、キャッチしてくれます。そんな長く使えて、かつ電気なども使わない、いらない本当に環境に優しい、エコな商品なんですね。その手労ほうき、一本一本手作りなんですね。そうです、真心込めてね、一本一本作っております。作る工程を見せていただきたいんですが、結構です。したらどうぞ、現場の方へお願いします、それでは実際に作ってるところを見せていただけますか？いいですよ。玉入りしたやつをですね、こういう具合にこうどんどん重ねていくんです。作ってて一番苦労するところってどこですか？どうするというところはね、最初のやっぱ皮がよくせんべいしてないとね、途中で破れ皮があったりですね、こうやってる時にこの辺りが破れてきた、もうそういうのがもったいないですね。手労ほうきは手労の選別、毛とき、切り揃え、ほこり落とし、けやきなど10以上の工程を経て誕生します。すべて手作業で製作されているため、1本の手労ほうきができるまで 2,3 週間かかります。ほうきを長持ちさせるいいお手入れ方法があるというふうに聞いたんですが、それはですね、水が 200cc ぐらい入る容器に8滴から10滴ぐらい椿油を入れて、よーっとこんな風にして混ぜて切り拭きしてあげるんです、こう裏表に、でこの市販のたわしで平行にこんな風にして溶かしてあげて、本当楽ちんですね。楽ちんですよ。じゃあ私もお手入れやってみていいですか？よっと、そうそう、どうでしょう、大丈夫ですよ。それをスプレーを1、2、3、4回、そしてたわしで、気持ちいいですね。そうです。最初の方でも簡単にできる優しいお手入れをされることで、20年以上使っていただけるんですよ。お手入れできました。こうやって自分でお手入れすると愛着が出てきますね。よくできました。よかったです。使えば使うほど風合いが出て長く使うことのできるこの手労ほうき。皆さんも一家に一本いかがですか？いかがですか？